回お伝えした指標っていうのはいつ消すか分かりません。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は非常に強いものなので拡散はしないようにしてください。ぜひこちらの指標はあなただけのものにしてください。この動画もいつ非公開にするか分かりません。なので必ずメモか何かを取りながらこの動画を見るようにしてください。そして一度だけでなく2度3度見て必ず理解を深めるようにしてください。今回はこちら直近成績を表しております。こちら縦線を見てもらえればわかると思うんですが、最新のチャートを表していますので特に厳選をしたっていうわけではありません。なので直近16回エントリーをして14勝できている非常に勝率の高いポイントを今からご紹介しますので、必ずあなたの指標にしてください。またエントリーポイントも非常に多く、使うインジケーターも2つと簡単なものになっておりますので、むしろこの指標だけで生活できるほど稼ぐことができます。ただ一つ注意点があります。稼ぎすぎるがゆえに感情的になってしまう、かえって資金を溶かしてしまうっていう恐れがありますので、最初のうちは必ず少ない資金で始めることは約束してください。今回この直近成績が16戦14勝、直近勝率 87.5% の指標を公開していくにあたり、僕の LINE は必ずしておいてください。これからもこういった非常に勝率のいい指標であるとか、バイナリーで買っていくための情報っていうのを配信していきますので、必ず僕とつながるようにしてください。それでは早速チャート画面に移っていきます。はい、それでは実際に使うインジケーターの導入方法からお伝えしていきます。こちら今回使っていくのが MFI とウィリアムパーセントレンジになりますので、まずはじめに MFI から挿入していきます。こちらのナビゲーターを開いていただいて、こちら下の方にありますこちらのボリュームですね、この中にあるマネーフローインデックスを選択します。そうするとこのような設定画面が出てきます。でまずパラメータのところでこちらの期間を5、このように設定してください。で次にレベル表示を見てもらいたいんですけども、デフォルトでねこのように20と80と入っていますので、こちらを今回このまま使っていきます。でこちら設定できましたら OK を押します。こちらの MFI なんですが、相場の中の資金が買い、売り、どちらの方向に流れているのかを価格と出来高から判断するための指標になります。普段から僕もよく使用する RSI と似た特徴を持っていますが、RSI は価格の変動幅のみを使っている指標にあるのに対し、MFI は値幅だけでなく出来高も考慮されています。で数値の方なんですが、0% から 100% で推移し、20% 以下は売られすぎのため買いのサイン。80% 以上は買われすぎのため売りのサインといった見方をしていきます。はい、では次にウィリアムパーセントレンジを挿入していきますね。同じくナビゲーターを見ていただいて、こちらのオシレーターの一番下ですね。こちらのウィリアムパーセントレンジを選択します。こちらのウィリアムパーセントレンジですね。こちらを一度選択し、ドラッグ&ドロップでこの MFI の中に持っていきます。そうするとこのような設定画面が表示されます。まずパラメータ見ていただいて、期間を5と設定をしてください。で次にレベル表示を見ていただいて、このようにマイナス80とマイナス20と設定されてあれば OK です。デフォルトでね入っている数値となるので、こちらで OK です。でこのように1つのサブチャートに織り込まれていれば完了です。でまずウィリアムパーセントレンジを初めて聞くよっていう方も多いかと思います。ウィリアムパーセントレンジは1966年にラリー・ウィリアムズによって開発されたテクニカル指標のことです。主に買われすぎや売られすぎの水準を判断するために利用されていますので、オシレーター系っていうことですね。詳しく説明すると、一定期間の最高値と最安値間なる価格変動幅の中で、現在のローソク足の終値を期間内に高値と比較をし、相対的にどのレベルになるのかを示したものです。一般的にパーセントレンジの数値がマイナス80からマイナス100の時は、相場が売られすぎていることを示し、マイナス20から0の時っていうのは、相場が買われすぎていることを示しています。特性としては MFI と似ていますよね。以上でインジケータの導入は完了となりますので、実際のエントリーポイントを見ていきましょう。はい、したらではこの辺りから解説をしていきます。今回は逆張り指標ということで、勘のいい方でしたらわかるかなと思うんですけど、こちらのラインがあると思います。このラインを到達したタイミングでの逆張りとなりますが、条件はいくつかありますので、必ず最後まで見るようにしてください。そして先ほど MFI は80と20で、ウィリアムパーセントレンジがマイナス80とマイナス20だったと思うんですけども、このようにね線を動かしても変わらないですよね。これどういうことかって言いますと、レベル設定が一緒、上限も下限も決めているので動かないっていうことです。なのでこれは非常に分かりやすいかなと思います。で、エントリー条件に関しては MFI と WLAN% レンジが1つのローソク足に対して同時にレベルラインに達した場合、逆張りのエントリーとなります。なのでこちら1つ前のローソク足ですと、両方ともレベルラインを超えていないタイミングとなりますので、1つローソク足が移ったタイミングで両方ともレベルラインを超えてますよね。なのでこのタイミング、この達線の次足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのようないい線が形成されてますので、しっかりと買っているのが分かります。で、このように片方だけ、こちらウィリアムパーセントレンジだけが超えた場合っていうのはエントリーポイントではありませんし、 MFI が残っている間っていうのも特にエントリーポイントではありません。1つのローソク足が形成されたタイミングで同時にラインを超えるタイミングです。こちらは重要ですので必ず覚えておいてください。こちらがそうですよね。避けてほしいポイントになります。両方がレベルラインを超えているのはこのローソク足になるんですけども、その前にこのローソク足でウィリアムパーセントレンジだけがレベルを超えていますので、条件が不成立です。あくまでも同時にレベルラインを超えるっていうのが条件となります。というのも片方が推移しているっていうところで片方が追いかけるっていうような状態でレベルラインを超えてくると、同じローソク足が続いてしまい逆張りとして機能しないってことがあるんですね。なので逆もそうなんですけど、しっかりと同時にレベルラインを超えるのを確認してください。では次、こちらのポイント。こちらは半エントリーのポイントですね。MFI とパーセントレンジが同時にレベルラインを超えています。このようにしっかりと同時に超えたのが確認できたこちらの達成の次足で半エントリーをかけていきます。そうするとこのような陽線が形成されてますので、しっかりと勝てているのがわかります。で、ここも一緒ですよね。MFI とパーセントレンジが同時にレベルラインを超えています。で、このようにしっかりと同時に超えたのが確認できたこちらの達成の次足で半エントリーをかけていきます。そうするとこのような陽線が形成されていますので、しっかりと勝てているのがわかります。ではここでワンポイントアドバイスをお伝えしようと思います。僕はこの書を使うにあたって意識している時間帯ですね。ご存知の方もいるかなって思うんですが、逆張りをかけていくこの仕様ではレンジ相場の局面が有効的なんですね。なので比較的その相場傾向になりやすい時間帯っていうのが9時から16時、2時から6時の時間帯。これなぜかっていうと、東京市場が開き始めると値動きが激しくなるため、レンジ相場の局面が多くなるっていう傾向にあるんですね。で、もう片方の時間帯っていうのはニューヨーク市場の5番の時間なので、レンジ相場になることが多いんです。なのでこの仕様で確実に利益を取りに行くんであれば、この時間帯でのエントリーはかなりおすすめです。エントリーポイントはまだまだあるんですけど、条件は全て同じとなっております。インジケーターが5日間の設定なので非常に動きが活発なんですね。なのでエントリーポイントも結構な数があります。今回お伝えする章で使える通貨っていうのは、今見ていただいているこちらの USDJPY と AUDJPY になります。こちらの2つの通貨ペアでトレードするようにしてください。もちろん他の通貨ペアでも似たような勝率は出せるんですが、あくまでも今回は勝率にこだわってますので、この2通貨でのトレードをするようにしてください。この2通貨でしたらね、僕が解説してきた同じ設定数値で大丈夫です。今回お伝えした指標っていうのは動画の冒頭でもお伝えしたと思うんですが、いつ消すか分かりません。なので必ずメモ帳でこちらの条件だったりインジケーターの設定、あとは適正通貨など必ずメモを取り僕に送ってください。そうすればあなたの理解も深まりますし、この指標に対する成功イメージっていうのも持ちやすいかなと思いますので、この動画をご覧になった方で本気で稼いでいきたいと思う方はしっかりとご自身でまとめて送ってください。もし間違えているところがあれば訂正していきますし、こちらの指標は本当に勝率が高いものなので、ぜひあなたにマスターしてほしいと思います。では今回はこの辺りで、本日もご視聴の方ありがとうございました。